3月に実施される公立高校入学試験の出願希望調査の結果が発表されました全日制の平均倍率は1.00倍となり過去2番目の低さとなりました全日制は68校128学科の募集定員1万3640人に対し志願者数は1万3656人で 平均倍率は去年より零点零二ポイント低い。一点零零倍となりました。少子化の影響で過去二番目に低い倍率です。倍率が最も高かったのは仙台南の普通科で二点零七倍。次いで宮城農業の食品科学科と仙台一高の普通科で一点八五倍。次いで宮城農業の生活科が一点八三倍。 泉の普通化が1.67倍となりました。そのほか、倍率の高い順に仙台商業・商業化が1.60倍、仙台三高の普通化が1.58倍、宮城一高の普通化が1.54倍、仙台工業の建築家が1.47倍となっています。県教育委員会では、仙台市内の普通化で いわゆる進学校の人気が引き続き高いと見ています試験は3月5日で合格発表は3月14日です新型コロナなどに感染して受験できなかった場合3月8日か21日に追試験が計画されています